北朝鮮の方でどなたとお会いになられたかを。まあ、私のいつもお会いするキム・ヨンイル書記、まあ、今回、あとは、まあ、朝日親善協会のパク・クガン会長、その他に理事長、あと何人か会いました。議員団の方長って、これ前回は口頭でしたから、まあ、皆さんも、うん、あんまりそこは重く扱ってもらえなかったのかなという。今回まあ、ちょっと朝鮮語なんてね、なんですけど、まあ、正式な、朝日親善協会、まあ、かつては金丸さんたちの皆さん、行かれた病人たちもみんなこの協会が呼んでます。ぜひおいでくださいと。でこの中には歌ってないんですが、ラジ担当大臣の方もよかったらおいでくださいという、まあ、言葉もありました。その言葉は どなたから。キム・ヨンイル書記です。チャン・ソンテク氏の件についてというのはどの程度話題として出ましたか。まあ、パク・クガンさんが会長からですね、あのとりあえずの、まあ、新聞に出てる感じの話だと思います。まあ、半島なんだろう、半なんですかね、もう一つは反逆じゃない、なんかそんなような言葉ですね。その時に拉致問題自体については何か言及がありましたか。まあ、それは、まあ、この絵を見てください。ペラペラ喋るなってね、包丁一本ごめんなさい本当に向こうの方がお書きになったってことですか。いやいや、俺が書いたんです。向こうが言ったで、俺が何らかの言及があったということですか。その皆さんに、まあ、あの喋る問題よりも今後の展開がね、支障がないような、非常に私も今言葉を選んでますけど、まあ、あのとにかくは批判じゃなくて皆さんが動いてもらいたい。ただし言って、今向こうの要人とお会いしてきましたんで、そのパイプというのが今本当に途切れてないと思います。